はい、ただいま。2017年10月の16日、2時40分です。よろしくお願いします。タイトルは「本音で話す」です。どうぞよろしく。本音で語ろう。本音で語ろう。本音で。稼がせてくれ。俺のことを。てっぺん取らせてくれ。俺はてっぺん取るわ。もう決めたわ。やばいね。何でプロになるとかじゃねえ。もう腹割って話そう。俺は、ふわっちでマンスリー1位になりたい。俺はふわっちでマンスリー1位になりたいわ。もうこんなグダグダした状況嫌だわ。俺をマンスリー1位に変えてくれ。延長代はね、500円。まあ500円、150円じゃなくて350円だね。7回。1回50円かかるの。だから350円かかる。1枠、4時間枠やるのは。バカありがとう。俺は、もうてっぺん取りだよ。俺はマンスリー1位になりたい。1番取りたい。俺は自分の人生を変えたい。貧乏なのは嫌だ。かそるのも嫌だ。俺はマンスリー1位になりたい。1回でも1番取ってないと誰も認めちゃくんないんだよ。誰も認めちゃくんねえよ。結果を出さないと。俺は結果を残したいね。配信が好きだし、ふわっちが好きだから。力貸してくれ。いや、俺は本音で話すんなら、金が欲しい。実績が欲しい。閲覧も欲しい。金も欲しい。全部手に入れたいね。全部手に入れたい。俺は欲しいよ。俺は欲しいよ。全てを配信で手に入れたいね。全てを。全部。全部を手に入れたい。嫌じゃない？このままなんだか分かんないままで中途半端で終わっていくの。嫌じゃない？周りがどん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 伸びていって自分だけ置いてかれんの嫌じゃない？何のためにやってんだって感じじゃん。俺はてっぺん取りたいね。俺はてっぺん取りたいね。思考は現実化すると思うよ。ニュータローさん、マジで。いいことも悪いことも、考えてること全部具現化すると思ってる。思考は現実化すると思ってる。俺は居心地悪いもん。今の自分が。今の自分が嫌いだし、今の自分が嫌だもん。すごい。このまま、ゆっくりゆっくり衰退していくのが見えるもん。俺は嫌だよ。そんな人生。今の居心地がいいとかぬるいとかそんなのはない。もう居心地が悪くてしょうがない。本当に。もっともっと上行けるはずだと思うもん。酒飲んでるよ。酒飲んでる。ラム飲んでるね。ラム飲んでる。向かい酒だね。
さっき酒抜けたからビール飲んでたけど、座談会の時にビール飲んでたけど、その酒は抜けた、うん、向かい酒だよ、向かい酒。だってぬるいじゃん、正直。飯が食えてるってイージーじゃん。違う？めちゃくちゃイージーだと思うよ。だけどさ、その退屈じゃん、その毎日毎日同じことの繰り返しで。その嫌なんだよ、もうバッと人生変えたいね、本当に。もう刺激が欲しい、刺激が欲しいよ俺は。圧倒的にスリルじゃないね、刺激が欲しいね、うん。なんかこんなぬるいぬるいのは嫌だね。もうバーって変えたいね、人生を根本から変えたい、本当に。圧倒的に変えたい、もう圧倒的に結果出したい。もう、わあ、もうこいつが成功したやつだっていうぐらい。配信でこいつが変わったやつだって。配信で人生を変えたやつはこいつだっていう、もう。配信に全部捧げて、配信で全部手に入れて、配信で全部手に入れる。ミスター配信者になりたいね。俺が配信者だ。俺が配信者だって。だって配信好きだもん。配信、多分ね、配信誰よりも嫌いになったことあるし、誰よりも好きになったことあると思うよ。本当に。配信、もう何回も夢に出たし、もう本当に配信のことばっかり考えて生きてきたから。だからもう配信しかないんだよ、結論から言うと。結論から言うと配信以外はない。もう俺が唯一何かを変えるきっかけを持ってるとしたら、俺は配信だけだと思ってるよ。ここから何かをしようとかじゃなくて、もう配信以外に興味ないもん。何やってても面白くないし、何やっててもつまんねえし、配信以外でワクワクすることない。俺は配信が好きだね、うん。俺は配信が好き。配信以外にみじんも興味ない。ラムだね、マイヤーズラム、マイヤーズラムオリジナルダークってやつ飲んでる。マイヤーズラム、うまいよ。サトウキビの酒で、その甘いお酒だね。あのラムレーズンとかのラム、そう、サトウキビ、ラムレーズンだね。ラムレーズンの味がまんまラムだ。甘くてこう香りがいい。太るよね、砂糖の塊だからね。要は砂糖発酵させたお金じゃない、砂糖発酵させたお酒だから、うん。
だってみんなにあった、その人生を変えるようなチャンス、人生を根本的に変えるようなチャンスって今まであった、みんなの人生で。いや俺ラッパで飲んでるね。ないでしょ。でも唯一俺は切符を手にしてると思ってんの、自分で手に入れかけてると思ってんのよ。でその切符を手にしてて乗っかってないんだよね、俺は。電車に、走ってくる電車に乗っかれてないんだよ。なんで、なんでなの、全然意味が分かんないんだけど、なん、俺はいつ乗り遅れたの。ずーっと駅で待ってるんだけど、片道切符の、あー片道切符で言ったら思い出したわ、俺六本木上京した時片道切符だったんだよね。そう、すげえ苦しかったね。結局六本木に行ってもホームレスにしかなれなかったな。苦しかったな。六本木の夜景が綺麗でさ、もうドバイの富豪とかが飲みに来るようなその場所で、すげえ大金持ちなんだよ、プロ野球選手とかさ。毎晩300万とか使う人もいるの、一晩でだよ、一人でだよ300万とか。平均しても一人10万とかの単価の店でボーイやってたんだけど、月締めの時になると札束が本当に奥なの、札束がこう積んであるのよ。でそれみんなで数えるんだけど、なんだこの世界とか思って。でも俺の手元に入ってくるのは16万だったけど、すげえきつかったな本当に。精神的に家もなくて何やってんだろうみたいな、苦しかったなあの時は。やだよね、貧乏はやだよやっぱり。惨めになるもんね、その自分の気持ちとか心がどん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 、そのすさんでくるんだよ、金がないと。有名、いやだからサインとかもらってたよ周りは。俺プロ野球全然わかんないけど、4、5人飲みに来てわーわー騒いでたよ、女の子もボーイも。なんか超有名な選手らしいよ。もう俺は全然野球興味ないから、ほんと清原とか松井とかイチローとかしかわかんねえから、長嶋茂雄とかさ、うん、いやすごい有名な人なんでしょ。サッカーもジーコとかね、カズとかその辺しかわかんないぐらいだから、あんまスポーツに関心が全然湧かないんだよな。なんかスポーツ観戦ってさ、その観客がなんかその自分にないものを選手に委ねてる感じがすごい嫌なの。なんかそのやじったりとか、なんつうんだろう、野球選手の方がかっこいいのに、野球を応援してる人はクソだせえっていうか。俺ヤンキーじゃないよ、ヤンキー苦手、俺はヤンキーじゃないよ。うおお、招き猫ありがとう、トツさん、あざすあざすあざす、頑張ります、あざす、トツさんありがとう。なんかその俺はヤンキーが苦手なのはさ、なんかこう弱いものいじめるでしょ、ヤンキーの人って。俺は弱いものいじめあんま好きじゃないんだよね。なんかその強さって強い人に向かっていくために身につけたんじゃないのと思ってて、うん、なんか俺のヤンキーのイメージってさ、その弱いものいじめをする人ってイメージがある。だから嫌い、ヤンキーは俺は嫌いだよ、うん、そう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 、男らしくないっていうかさ、なんかそのダメだな、合わないね、
ヤンキーの人ってかっこよくない、かっこいいと思ったことない。ヤンキー、ダセ。なんかそのだったらその超非力でも超弱くても心が強くて頑張ってるやつが好きだね。そう、昔のヤンキーとか硬派だったし、そのヤンキーじゃない人に喧嘩を売るとかクソダサいっていう風潮があったのよ。だからその昔のヤンキーはいいかもしんないけど、俺の世代のヤンキーはなんか弱いやつをいじめてるイメージしかなくて、なんか俺は嫌いだったね、すごい。うん、そう、うん、俺は苦手だね、ヤンキーっぽい人は。なんか強いやつに挑んでるやつは好きだね。心が強いやつがかっこいいと思う。なんで俺ヤンキーだと思われるんだろう。ヤンキーってもともとアメリカかぶれって意味だよね。本来の意味とは違う使われ方してるよね。デイリーマンスリーが分かんないんだけど、あー、いや簡単に言うとアイテムバンバン飛んで1位取ってるやつ、デイリーは1日今日この日に1番取ったやつ、アイテム飛んだやつ。マンスリーは1ヶ月で1番アイテム飛んだやつ、うん、ヤンキーはモテるんだよ女の子に、うん、ヤンキーはモテるんだ。俺倖田來未とか浜崎あゆみとかエグザイルとかはヤンキーが聞くもんだと思ってる。なんで俺ヤンキーって言われるんだろうね、全然わかんねえな。むしろあんまり好きじゃない生き方なんだけど。ありがとうトツさん、花火ありがとう、あずあす。いやマジで力貸してみんな本気で。もうやだよ俺、もうドレさんとかに揶揄されんのすげえやだ、本当に腹が立つ。なんか、なんだっけ、内職配信とか言われてさ、俺ドレさんより面白えから、悪いけど、俺ドレさんよりも閲覧取れるし、ドレさんよりもアイテム飛ぶし、絶対俺の方が面白い、ドレさんより。いや、だって現実ドレさんの方が稼いでんだから、トイレ行ってくるわ。結果負けてるんだよ、だから舐められるんだよ、だからマウンティング仕掛けられるんだよ。どれに結果負けてんだから、いや悔しいよ本当に。
絶対こいつより面白いわ、絶対こいつより喋れるわ、なんで上から言われんの、結果が出てねえから嫌じゃない。こんばんは。嫌じゃない？いや、イラつくでしょ。いや、だからもう俺はもう結果出して黙らせたいよ、本当に。1位取ってぶち上げて、もうそれしか方法ねえんだもん。結果出すしかないん。俺は結果が欲しいよ。俺は結果が欲しい。圧倒的に。ドレさんより俺の方が絶対配信好きだからね。絶対俺の方が配信愛してるからね。間違いなく断言できる。腕っぷしは別にいいんだよ。腕っぷしは闘技者ないから。配信は俺の場だから、俺の場だから。そう、ここは俺のフィールドなんだ。配信は腕っぷしなんか強くどうでもいいわ。ドレさんより強い人なんか5万といる。俺は別にそこに興味ない。俺は配信で結果を出したいんだ。配信で。別に腕っぷしが強くて格闘技のことグダグダ言われようが聞かないもんだ、そんなの。ペコちゃん風船ありがとう。なんでこんな嫌われてんだろうな俺。意味がわかんねえよな。なんでこんな嫌われてんだろう。全然意味わかんねえ、マジで。なんでなんだろうな。なんかしたのかな俺。まあ別に嫌いなの嫌いでいいんだけど、一回面拝んでみたいよね、どんな顔してんのか。あ、 T さんありがとう。ああいうのを黙らすにはプライドへし折らないとなと思う。ああ、そういうことね。うん。ああ。なんでドレさんの方が閲覧あって、ドレさんの方が花火上がってんだろう。マジでよくわかんねえな。
いや俺だってやだよ、俺だって腹立つよ、負けたくないよ。ああマジでマジで本当1位取ろう、マジで1位取ろう。絶対取ろう。もうやだこの状況。マジでマンスリー1位取って全員認めさせる。力貸してくれ、俺に力をくれ、俺に圧倒的花火をくれ、圧倒的花火。もうみんなが騒ぎ立てるような量の花火くれ。1人100発、1人1日100発行こう。いける、1人100発全員が毎日宝くじ当てて、競馬当てて、スロット満枚出して、うちのリスナーはもう高額所得者だけにして、一人一日100発いける。勝ったわ、見えた、俺は見えた。その作戦でいこう。で俺は本気で祈祷をする、祈る、みんなの人生を変えると。普通に生きてる人だからさ、その要はさ、なんだろう、なんつうのかな、もうバカし合い騙し合いの世界じゃん。もう本質的じゃないと思うの。俺すげえ人間いっぱい見てきたから本当に、ね、全然偽物なんだよ配信会って。ありがとうミノムスさん、ありがとう。違うんだよ、なんでかっていうとね、花火がなぜいいかっていうとね、利率が高いんだよね。利率が高いの、ポイントの計上数が高いの、高額アイテムの方が。ありがとうね、みのうちさん、KP。本当にすげえやつになりたいんだよね。その配信会だけじゃなくて、本当にすげえやつになりたい。足りないもの何言ってよ、335さん。足りないもの何言ってよ。いや振りなんていらないよ、もうストレートに来いよ、うん、言えよ。そんななんか歯に突っかかったような言い方しないで、うん、恥をかけってこと？恥をかけってこと？どういうこと？俺全然恥かいてきてると思ってんだけど。何恥って、いやマジで言って、マジで言って、どうしたらいいの。何恥って、何が言いたいの。なんならトツかけてきて言ってくれていいわ、全然全然いいわ、もう酔っ払ってるし。何恥じって335、もう電話かけ、言いたいことある人電話かけて全部聞くわ、全部聞くわ。言いたいことある人電話かけてきて。恥じらいがなさすぎってどういうこと？恥をかけってこと？え、違う、なんで謝んのそこで。意味が分かんないんだけど。何すいませんでしたってやめようよ。そういう本音で話そうよ。意味が分かんない。なんで謝んの？言いたいことあるんじゃないの？俺の言うこと聞いたらお前はうまくいくよって本気で思ってるんでしょ？中途半端じゃない？そんなの。
すげえなんか疲れるの嫌なんだけど、気持ちよく前に過ごしたいんだけど、今日この瞬間は今しかねえんだよ。今この瞬間はもう流れていくんだよ。今言わなきゃいけないことなんじゃないのそれ。今俺が聞かなきゃいけないことなんじゃないの。そんな薄っぺらい関係なの俺と335は。何、恥が何なの。恥をかきすぎて一般人から惹かれる部分はある。じゃあ恥、恥じらいがなすぎ、え、じゃあ何、もっと一般常識を身につけろってこと、ソアラさん。もっと一般常識を身につけろってこと。一般常識なんかクソくらいでしょ。だって一般常識って間違えてることだらけだと思うもん。俺にとってはなんかもう気持ち悪いよ。不条理だよ。トイレのルックだよ。トイレのルックですよ。俺は恥かいてなんぼだと思ってるよ、配信者は。恥を切り売りしてるんだと思ってるけど、結果出すのは万人受け。いや俺はね、自分の心の弱さだと思ってんの俺は。いや俺が本気で求めてねえから結果がついてこないんだと思ってんの。うん。もう万人受けなんてもともとしねえんだから、もう圧倒的に気持ちを強く、もう圧倒的にコアなファンをつけていかないとダメだと思う。露出流通しろ。露出流通って何。もう万人受けとかもう理屈じゃないんだよ。もうもう俺の心の弱さが全部出てんだよ。俺が要はマンスリー1位取りたいって決めてねえんだよ。だから俺は決めたんだよ、取りてえって。いやもうね、理屈じゃないんだよ、もう結果なんだよ。万人受けするとかじゃなくて、閲覧取りゃいいんだよ、花火もらえやいいんだよ。もらったもん勝ちなんだよ。理論なんか後付けなんだよ。理屈は後付けなんだよ。理屈は後付け。俺は違う、もう理屈なんて頭悪いんだから無理なんだよ俺には。もう気合だよ、気合。気合でどうにかするしかねえんだよ。配信見に来た？いらっしゃい。なんで俺にビビるの？なんで？なにそんなに怖いよ俺。俺リスナーさんに手挙げたことなんか一回もないよ。俺そんな、そういうこと大嫌いだから。弱い者いじめとか、そういう礼儀のないやつ大嫌いだから。俺そういうことしたことなんか一回もないよ。ビビる必要なんかないよ。あー、リッカさんアイテムありがとう。いや俺はもう、いやもう、もうね、もう結果を出したい。もう人生を根本から変えたい、本当に。もうやり方とかどうでもいいわ、やり方とかどうでもいいわ。もう結果をとにかく手に入れて、やり方とかもどうでもいいわ、どうでもいい。それはもう任せた、みんなに任せた。
もう全部頼る。もうリスナーを頼ろう。一般常識の詭弁なんか全然面白くないよ。全然面白くないよ。32歳です。いや勝ち組になるっつうか、俺はもう圧倒的成功をするよ。俺は圧倒的成功。勝ち組とかいうその枠じゃなくて、もう圧倒的成功。もう俺和道になりたいって子供に言わせたいね。俺和道になりたいわって。和道が世界一かっこいいわって。結婚してないよ。圧倒的成功したいね。期待して。期待して。突出した力を身につけないとっていうか、突出した何かを持ってるやつなんか配信やらないでしょ。いるのそんなやつ。突出した力を持ってて配信やってるやついる？見たことないけど。そんな面白いのそれ。そのクソつまんないでしょそんなもん。結婚願望まあないっすね。はい。時折弱り目を見せてリスナーに感情移入させるというのはどうでしょう。放っておけないワドみたいな。あーチャーミーね。皆無でしょ。いないでしょ。違うんだよ、俺は心だと思ってんだ。圧倒的心の弱さが出てるんだと思う。要は俺が決めてねえんだよ。だから決めたんだよ俺は。マンスリー1位取るわ。マンスリー1位取るわ。今月宣言するわ。10月のマンスリー1位は俺だよ。ちょっとテロップ変えるわ。10月のマンスリー1位は俺だよ。決めたわ。もう10月マンスリー1位取ることだけ考える。決めたわ今。10月のマンスリー1位は俺だよ。俺は狙うぞ。俺は狙うよ本気で。取るよ。いや取るんだよ。取れないことなんかみじんも考えてないから、うん、やることがある人はやるべきことをやるぞ。それにとっては配信が俺は配信だから、うん。それがそうでしょ。取れないこと考えてたら勝てないでしょ。取ることだけ考えてればいいんだよ。俺はマンスリー1位だよ。決めたわ。10月のマンスリー1位は俺だ。 OK みんな OK。 強くイメージを持とう。俺はマンスリー1位。そして祝杯をあげよう。ヒルトンホテルのロイヤルスイートから放送しよう。どうもワドツっつって、そうしよう。もうヒルトンホテルのロイヤルスイートからシャンパン開けながらブランデー転がしながら配信しよう。どうも成功者です。仕事してますよ僕。仕事してますけど。やってますやってます。仕事してますよ。初見さんなのかな。俺のこと知らないの。俺無職じゃないですよ。
僕はちゃんと働いてますよ。プロ配信家です。プロ配信家。プロです。仕事 now。 仕事 now。 板場ばあさんいらっしゃい。普通の人はリアルイコール現実、ネットイコールバーチャルって思ってる人が多いんだよね。なんでそんな考え方するんだろうね。全然意味わかんないでしょ。今こうやって俺はリアルで部屋の中でリスナーに向き合って喋って、リスナーも時間使ってんだから、リアル以外の何者でもないでしょ。超リアルだよ俺からすると。なんでネットはバーチャルなの？意味が分かんないんだけど。あとネットの世界ではとか、ネットのルールではとか、バカじゃねえのみたいな。現実見ろよっていう。今起こってる俺らが使ってる時間現実だろうっていう。だから気違いが多いだけでしょ。だから世の中にさ、1万人に1人ぐらいいる気違いがいるわけじゃん。だけどネットって、ネットの世界って面白いのが、それが1000人単位で、要は世界中にいる気違いがすぐ会えちゃうわけでしょ。ただそれだけでしょ。なんかね、俺はね、なんかヒカルくんのその配信でリアルを取り戻すっていう理論がよくわかんない。俺は正直。俺はよくわかんない、うん。ネットでは何ぼでも嘘作れちゃうからな。だからバーチャル。だって嘘なんかついてねえもん。だからそれは今までの奴らが偽物だったってだけでしょ。だから疑心暗鬼になってるだけでしょ。ネットの住民が。知らねえよ、そんな理屈。知らねえよ。俺は和道だよ。俺は知らない、そんなの。俺は和道。嘘なんかついてもめくれんだから。だからただ信用してないだけでしょ。肉肉が。肉肉がそういううがった目で見てるだけでしょ。俺はただの人間付き合いだと思ってるから、配信もそうだし、ネットもそうだし。だから変なやつが変な考え方持って変な絡み方するにはやつは知らねえけど、俺は普通にリスナーさんと向き合ってるよ。知らねえ、ネットのルールとか。ネットの常識とか知らねえわ。クソくらいだわ、そんなの。俺はここで生きてんだよ。俺は生きてんだよ。
バーチャルじゃねえぞ和道は。なんなんその配信でリアルを取り戻すっていうのは、なんなんだろう、よくわかんねえな。じゃあ配信はリアルじゃねえの。わかんない。ヒカルくんのその配信はをリアル、配信でリアルを取り戻すっていうのはよくわかんない。俺は配信がリアルだから、むしろ現実よりも現実だからね。リアル中のリアルだよ俺からすると。これ以上リアルなことないでしょ。俺にとって現実だもん。人生の中で一番多くの時間を割いてるのが配信なんだ。よくわかんねえわ。腹減ったな。そう、昼間に買ったパン食うわ。じゃあどうしたら稼げんの俺は。どうしたらマンスリー1位取れるの。何が足りないの。いや教えて、もう本当に答えを出そう今日。だから要は太いリスナーのこと考えようじゃ。太いリスナーを捕まえたら勝つじゃん。太いリスナー、じゃあ太いやつは多分隠れてるだけなんだよ。で太いやつが和道に投げようって言ったら勝つんでしょ。だからどうやったら太いやつは和道に投げるのか考えよう。リズメでいくぞ、逆算してこう。太いやつを見つけたら勝ちで、太いやつが和道に投げるパティーン、
なぜ太いやつは投げねえのか。そうだな、どんな放送好きかってことだよね、太い人が。売名っていうか有名じゃねえ俺。むしろワードを知らないリスナーなんかいないでしょ。何だろう、もう熱狂的な大金持ちを作るんだよ。熱狂的な大金持ち。熱狂的な大金持ち。ビル・ゲイツ、売名？太いリスナーって誰だろうね。太いリスナー持ってる配信者誰だろう。いやダメだ、お酒飲むとトイレ止まんねえな。誰だろう太いリスナーって誰かいる？ジェダイ、アイラ、なんだ、ああいうのって女が投げ、女が投げてんじゃないの？男なのかな？俺女が投げてんだと思うけど、女じゃないの？テレチャンピンも女、女じゃないの？テレチャンピンのファンって。便所の男とか太客は男性多いと思う。いや俺はねそうだと思う、立花さんの言う通りだと思うよ、うん、たださ配信の努力って何って話じゃん。わかる。配信やればやるほど努力してないって思われる。
働けって言われる。わかる？毎日8時間ぐらい放送やってて頑張ったなってならないじゃん。今日はいっぱい喋ったね、和道くん。やればやるほどサボってるって言われる。わかる？超難しいんだよ。配信で頑張るって何なんだって。やればやるほど怒られる。いや、何か変えないと変わらないとは思うね。うん。そりゃそうだね。要は、何かを劇的に変えないといけないんだよ。ああ。まあ、ジェダイさんすごいよね。稼いでるね。ネットの王子も稼いでる？うん、ジェダイさん今乗ってるよね。急に来たよね、先月から。今月だっけ？先月だっけ？すごいよね。だから人生いきなりパチンと来るんだろうな。なんかとんでもねえのが来るんだろうな。もうこのままだとハゲちゃうよ俺。悩んで。へえ、社長が多いんだ。へえ。いきなりだもんね。すげえよな。本人曰く、うん、いや、わかんないでしょ。いや、本当にそうかもしんないし、リスナーが社長ばっかりなのかもしんないし、違うかもしんないけど。なんだろうね。あと、稼ぐ人って閲覧比例しないのもよくわかんねえなと思ってたよ。ガッチガチに囲われてる人ほどアイテム上がってない？もう、なんか黄色い系の。アイラもそうだし、チャンピンもそうだし、なんかガッチガチの囲いしかいねえような放送を作る方がいいんじゃないの。もうワドタンキャワワ、ワドタンこっち向いてどう、ワドタン素敵、ワドタンと結婚したい、そういう放送主目指し、今いるリスナーを全員いなくなるけど、キャッキャキャッキャしてる。だから巣鴨系配信者、巣鴨の、巣鴨にいるババアどもは全員俺のリスナーみたいな。いいの？それでババア受けしか狙わない、全力でババア。いや、もうワドタンキャワワにしようか、とりあえず。そうだね、ワドタンキャワワ、ワドタンチュキチュキ、うん、全員ブロック、フォローしてるやつ全員ブロック入れて、フォローゼロにする、フォロワーそれもう前代未聞でしょ。3500人いるフォロワーを全員自分がブロック入れてく、すごくない？自殺行為にも程があるでしょ。誰もいない、そして誰もいなくなったでしょ。それ自虐的だな、すごいな、前代未聞だよね。すげえわ。
あ、一人の大グッズがすごいんだ。え、金梅さんでもしないでしょ。ていうかそんなん聞いたことないわ。大切なフォロワーさんを自分からブロック入れていくなんか最低な行動だからね。あのコミュニコ生のコミュ爆破よりタッチ悪いでしょ。タッチ悪いでしょ。おいワド、お前に足りないものわかる？なんだよ言ってみろよ。335、なんだてめえこの野郎、俺に足りないものあんだったら言ってみろよこの野郎。今大口リスナーは様子見してると思うよ。基本新しい申請に期待してる。ある！立花さん正解。そう、要はねそこなんだよ。新しいおもちゃが欲しいんだよ。和道はね、そうね、なんか筋肉マン消しゴムみたいになってるところある。プレミアがついてない時期の筋肉マン消しゴム的な存在なんだよ俺は今。わかる？もう少しでプレミアついてすごい高値になるの俺は。だけど中途半端な、まだ熟成されてないの。それはある。だったら荒野に行こう、ドルに行こう、テルに行こう。和道はまあ来年も生きてるだろう。たまに風船あげよう。花火をくれ、花火を。そう、筋肉マン消しゴムのプレミアがついてないバージョンね。うん、まだ経年劣化してない。経年劣化じゃないか、経年量化してない。そう、いや、こびてねえよ。何こびてって、こびねえよ俺は。俺はこびてねえよ。こびてねえからこんな生き方になってんじゃねえかよ。俺がこびててヘラヘラしててニコニコして、好きでもねえやつのコメント読んでブロックもしないで、花火ありがとうにゃんぷっぷくぷーって言ってたら、今頃お前億万長者だよお前。どこ、むしろこびて生きてねえからこうなってんだろ。ぷっぷくぷーがこの野郎、ふざけんじゃねえよ。こびなさすぎてこうなってんだよ。タヌキみたいに、ね、猫になりたいわ俺も。ありがとうにゃんって言いたいのにタヌキみたいになっちゃってんだよ。どこがこびてんだよ俺の。こびれるやつすげえわ。こびれるやつが羨ましいわ。俺の過剰なプライドがそれをさせねえんだよ。だから何のことを言ってんだよ、こびてないように見せてこびてんだよって。プライドとか見えなんかとっくに捨ててるわ。何のことに対して言ってんだよ、こびてねえよ。うん、だからやり返してんじゃん。俺は結果出すんだよ。もう超小バカにされてっかんね、深夜食堂に。超悔しいよ本当に、あんな二流に、あんなポットでの売名させてやった二流に、今じゃお前配信論語られるんだぜ。クソ腹立つだろ。閲覧30だったさ、閲覧30だったさ、おっさんにさ、ここに3ヶ月抜かれたぐらいでさ、上から目線で言われんだぜ。ふざけんじゃねえよ本当に。俺は一流だろどう考えても。みんな思ってるわ俺のこと一流だって。どこが三流なんだよ、じゃあ言ってみろよ。一流だろお前バカが。どこが三流なんだよ、言ってみろよこの野郎。一流だろうがよ。三流の要素が一つもねえよ。どこにあんだよ、言ってみろよ。どこであんだよ。どこが三流なんだよ。おいマヨネーズ、どこが三流なんだよ、言ってみろよ。みんな俺のこと一流だと思ってるよ。
みんな一流だと思ってっからこんだけの人が見てんだろうがよ。お前だけだよ、三流だと思ってんの。お前しかいねえわ。腐ってんのか、おめえ。俺が何年間一位で居続けてると思ってんだよ。お前ができんのか、このプレッシャー。ずーっと人生で一番であり続ける。配信を始めても一番であり続ける。お前に俺の苦しみがわかんのかよ。バカ野郎、努力してんじゃねえかよ。おめえより何倍も努力してんじゃねえかよ。努力の塊だろ、てめえ、この野郎。ふざけんなよ。努力の塊だろ？ちげえのか。努力だろ。むしろ努力だけでここまで来たところあるだろ。努力しかしてねえよ。約束も守り、努力をし、けなげで、とってもチャーミー。苦しかったらやめちまえ？お前そんなひどいこと言うのか。オンリーワンじゃないね。ナンバーワンだね。ナンバーワンでしょ。オンリーワンじゃないでしょ。ナンバーワンでしょ。苦しかったらやめちまえ。努力もしてねえ。努力と言うなよ。努力してるでしょ。そしてチャーミー。わかる？クール、そしてチャーミー、イケメン、そしてチャーミー、博識、そしてチャーミー、閲覧もある、そしてチャーミー。 あ？この野郎、マヨネーズてめえ、ロックオンだよ、この野郎。小鳥元気だよ。うん。心のベスト10とか、心のベスト10ばっかりじゃん、お前ら。いつも心のベスト10とか、オンリーワンとか。他枠で花火投げまくって。2番手じゃん。お前らは心のベスト10、気持ちは、投げたいけど。そんなことばっかり言ってんじゃん、俺の枠で。おい。他枠でさ、なんだかわかんねえ女子高生みたいなのにさ、おっぱい見せてとか言って花火投げてんだろ、どうせ。ふざけんじゃねえよ。おっぱい見せて、もっと行こう。花火あげちゃう。もうてめえら、この野郎。なんだ、心のベスト10って。気持ちばっかりか？ギブしかしてねえだろ、MK。くれくれって言ってねえよ、俺。俺、くれなんて一言も言ってねえよ。マジでおっぱい見てたらバンなのに、花見投げておっぱい見せてバカじゃねえの、ほんとに。くれくれなんてしてねえだろうがよ。ギブしかしてねえわ。いや、俺がおっぱい見てたら花火ばっかんばっかん上がるよ。はっきり言って。とんでもないことになるよ。ただお母さんにおっぱいだけはって言われたから、お母さんに、おっぱいは結婚する人に見せるもんだって教わってるから、ごめんね。それはみんな本当にごめん。それだけは本当ごめん。ごめんね、本当にごめんね。そう、お母さんからもらった大事な教えだから、おっぱいは結婚する人にだけ見せなさいっていう。申し訳ない、それは。申し訳ない。ごめん。すまない。みんなが俺のおっぱい見たいの分かるよ。みんなが、もうみんな見たいんだから、俺のおっぱい。みんな見たいんでしょ？ごめん。ごめんなさい、それは。おやすみ。本当にごめん。うん。じじれ毛なんか生えてねえよ、お前。ふざけんなよ。お前、マヨネーズ、お前、責任取れよ。おい。じじれ毛なんか一本も生えてねえよ。
おふざけんなよマジで。ちょお母さんごめん。おいてめえこの野郎、おいお前縮れ毛生えてなかったら謝れよマヨネーズ。おい謝れよてめえ、おい謝れよ、おい一本も生えてねえわ、おい一本も生えて一本も生えてねえわ、おいどう責任取んだよ、謝れよ謝れよこの野郎マヨネーズ、一本も生えてねえわ、ふざけんなよ本当にてめえ、謝れ謝れ今すぐ。全和道リスナーを敵に回したからな今排水口とか言って謝れよてめえこの野郎、おめえの乾杯だよお前、論破だてめえ。ちょっと面白い、排水口って閲覧減ったじゃねえかお前。あ、お母さんの約束守れなかったわ、マミーとの約束守れなかった、ごめんマミー、ごめん、ほんとごめんマミー、うん、排水口ってなんだよ、人の乳首をお前排水口呼ばわりはねえだろ、うん、今日のリスナーは得したな、ああ久しぶりに人の乳首見た悲しい悲しい現実だな、うん、哀愁が漂うコメントありがとう椿さん久々に人の乳首見たってコメントはすげえな、うん、全部縮れてたて、まあなかなかないか、すがすがしいほどのグダグダ枠だな、いいぜ、寝てる寝てる、ツイッターに写真あげてあるよ、ツイッターに写真あげてるからそれで勘弁してくんねえか、ツイッターにナユタの写真あるから、かわいいぞーナユタキャワワ、もうのんちゃんがもうのんちゃんがメロメロだからね、ナユタにかわいくない、ナユタンキャワワだよ、こんなにかわいいんだよ、うちのナユタはかわいいでしょ、ナユタめっちゃかわいいでしょ、なゆたんはめっちゃ可愛い。のんちゃんに懐いてる。俺に懐いてない。あ、パルちゃん気づいた。うん。パルちゃん気づいてくれたの。ありがとう。あれ気づいてるかなと思って。コメント欄であんまり反応良くなかったから、和道リスナーには届いてると思って。和道リスナーに届けばそれでいいっていう俺の割り切りだったから。うん、分かるやつには分かる、分からないやつには分からない。残念ながら分かる人にしか分からない放送スタイルになっちゃってるから、うん、ちゃんと振りに細かく場の空気を壊さず的確に処理をしたんだよ、的確にサイレントでコメントをさばいた俺かっこよかったでしょ一言も発せずコメントをさばくっていう高等技術を見せつけたんだよ、すごくない、ファンサービスが、あんなコメントさばき見たことないでしょ、クモンリュウが引退した、引退するって言って引退した配信者見たことねえわ、俺引退詐欺大嫌いなんだよね、リスナーをバカにしてる引退詐欺は、俺は引退詐欺するやつは信用できない、
引退詐欺するやつは信用できない。ただの構ってちゃうんでしょ。リスナーとの信頼関係壊すよ。ダメだよ。引退詐欺するやつはダメ。許さねえ。リスナーが離れてく。なあみんな許せねえよな、引退詐欺な。俺らはそういうタイプだよ。俺らは引退詐欺を絶対許さないよ。うん。そう。トラオさんの言う通り。うん。俺らはそんなバカじゃない。騙されねえ。そんな引退するからって花火欲しいだけだろって。ふざけんじゃねえよって。うん。おい、東さんいらっしゃい。いや、引退詐欺はダメだよ、ザクロ。ダメだよ。引退詐欺をするやつにろくなやつはいないんだよ。一回もしたことないよ、そんな。引退詐欺とか、リスナーさんとの約束は全部守るんだよ。だから、こうやって閲覧があるの。だから、こうやって閲覧がある。和道は大丈夫だって。和道には、和道に花火を投げると幸せになれる。和道に花火を投げると彼女ができる。和道に花火を投げると宝くじが当たる。俺引退詐欺なんかしたことねえよ、お前。引退して復活するのはありだよ。引退して復活するのはあり。それはあり。むしろそれはファンサービスだと思ってる、俺は。だって引退して悲しいって言ってる、待ってる人が いるから復活ができるんだもん。それはあり。うん。ダイエットにも効く。うん。あと、お肌もツルツルになるね。うん。気づいてなかったでしょ、みんな。和道に花火あげた日って、お肌ツルツルになってたんだよ。気づいてたでしょ。巷では結構有名なんだよね。巷では結構、ああ、風船10個ありがとう。そう、四つ葉のクローバーしか見つからないよね。三つ葉のクローバーが見えなくなる。うん。あと、方形も治るね。火星方形ぐらいだったら一発で治る。新生方形はなくなる。引退の定義って何つうかさ、もういえ、別に引退したかったら黙って消えろよって思わない、正直。もう、ごめんね。なんかもうめんどくさくなってきたらぶっちゃけるけど、勝手にしろって感じだ。うん、そう、和道に花火を投げなくても乳首は見れる。うん、どう思う？引退したきゃ勝手にしろよって思わない？うん。うん。おちんこずるむけだよ、風船。うん、いや、正解でしょ？風船ありがとう。うん。佐野に近づいてる。いや、あのね、簡単に神様の名前出さないでください。あのね、簡単に神の名を口にしないでください。あなたがここでは、あの神の名をね、神だから、うん、不可視神だから、不可視神、わかる？いや、神でしょ。もうあの人ではないから。人ではない。不可視神っていう、なんか妖怪図鑑とか、なんか多分ウィキペディアの不可視神って検索すると多分ウィキペディアに出てくるよ。うん、人間だった頃の名前ってな、佐野智則、不可神様だから。神でしょあれ。うん、不可視神だよ。だからもののけ姫とかに出てくるでしょ、不可視神のたたりっつって。こうあざができる。パッ、不可視神のたたりか、このあざを解きたい。不可視神のたたりは取れるものではない。そうだよ。うん。引退した？いや、あのね、正直言うわ、
あのね、引退するやつは引退した方がいい。あのプロの世界はそんな甘くね。もうあの正直言う、引退したいやつは引退した方がいいよ。その方が幸せになる。あのね、もうなんだろう、例えば俺の朝のスケジュールで言ったら、まず配信を常にベストコンディションでやるために、まずプロテイン4杯飲んでるからね。プロテインを豆乳で割って、プロテインでそのまま、あの朝20キロのランニングね、体力いるから配信って。で今度機材のメンテナンス、あのパソコン全部一回一回バラバラにしてるから、でエアダスター吹いて、でプログラムの管理とか、そうで、あとは全フォロワーにリスナーで、今日もおはようございます、よろしくお願いします、今日も頑張るのでぜひ見に来てくださいっていう DM。 もう大変なんだよ配信業って。どうぞよろしく。20キロ走って全員3500人のフォロワーさんに DM を送って、挨拶回りして、そうで最後リスナーさんが寝てる方角に向かって一礼をして、あの塩を持って、で日本酒をこう添えて、こう拝んで、それくらいの覚悟がないやつはダメ、配信者としてダメ。和道は全てにおいて自分が偉いと思いすぎ、何にも見えてない。何、ちょっと待って、自分が偉いっていうことと何にも見えてないこと、ちょっと待って、なんかつながってるようで全然つながってないんだけど、何、何にも見えてないって何、自分が偉いと思いすぎ、違うよ。リスナーはリス、もう俺全ての配信者に対してリスペクツ、わかる、もうほんとリスペクツしかないから、そうリスナー、全てのリスナーさんに対してもリスペクツだから。お前何にも分かってない、お前は何にも聞こえてない、マヨネーズ、お前は何にも聞こえてない。歩く百科事典って呼ばれてんだよ俺、全ての質問に答えてきたからこの閲覧なんだよ。バカじゃないの、答えられない内容なんか一つもなかったよ。さばけなかったコメントが一つもないんだよ、配信5年間やってて。わかる、スルーしたこと一回もないんだよ俺。どんな難解な、だって相対性理論とかも答えてきたし、あのシュレディンガーの猫とか、あのスリット実験とかも全部答えてきたからね、マクロ経済とかも、全部全部全部答えてきたから、全部正解しか出さなかったから今の俺のポジションがあるんだよ。わかる、ワドペディアだから、ワドペディア。腹なんか出てねえよお前、ふざけんなよ、バッキバキだよ、バッキバキ。俺一応捨て頃も出てるから、ファイターだよねえ、ファイター、わかる、格闘家でもあるんだよ、配信者でもあるけど格闘家でもあるっていうことを忘れたらダメだよ。朝20キロ走ってんだから、バキバキだよ本当に。バキバキ、お前目腐ってんな本当に。いやもう腹筋割れすぎてて困ってるんだもん本当に。腹筋タレントだよ、腹筋タレント。いやどれじゃ無理、どれじゃ俺の放送は無理。あいつは俺に憧れてんの、あいつは俺にコンプレックス感じてんの。本当は俺みたいになりたいんだよ、どれの深夜食堂は。わかる、本当は和道大好き、和道リスペクツだから、俺の愛なのこれは、どれに対する。早く来いよって、こっちに来いよって、早く来いよって。いやどれにディスってるとか、俺あいつにディスられるようなことなんか一つもねえから、一つもないよ
もうリスペクツしかないよ。リスペクツ。身の程知らずだよ、本当に。身の程知らずにも程があるでしょ。だってあいつより花火上がってないとかおかしいもん、絶対。花火以外じゃあ、だって俺の方が勝ってるでしょ。負ける要素が一つもないでしょ。わかる。言ってみて、俺に勝ってる要素。どれの深夜食堂。ないでしょ。いやもうね、はっきり言ってドーピングに頼りすぎ最近。例えばね、仮になんだけど、俺が引退枠やったら多分閲覧3000超えるよ。ふわっちで。もう、あの、鳴りやまない電話ですよ。引退しないでくださいって、リスナーさんから。50時間枠になるよ。50時間枠。すべての電話を裁こうとしたら。花火ありがとう。そう。どれと俺は住んでる世界違うの。わかる？どれと俺は住んでる世界が違うの。やめて。間違いないよ。そう。住んでる世界がもともと違うんだから。選ばれし民なんだから。わかる？選ばれし民。神の子。ありがとう。ララ、ララララ。ララありがとう。息が止まるくらいの。そして美声。プロ顔負けの歌唱力。これが和道だから。容姿端麗。とってもチャーミー。ストロベリートーク。そう。すべての配信者が和道になりたいんだ。すべての配信者が和道を目指してるんだよ。そう。わかりる？わかりる？器用貧乏ではないね。マスターだね。マスター。マスターです。マスター。いや、だからガチかどうかでしょ。ガチでそれをやったらアホだよ。ガチでそれをやったらダメなんだよ。ネタでやれるか、どういうのかだよ。いや、俺は今日絶好調だよ。絶好調だよ。俺はついに来たからね。マンスリー1位になるって決めたから。マジで。ラッパーだしね。そう。俺のラップ聞いたらお前らやべえよ、本当に。CD 買おうって思うよ。俺のバイブス受け取る？本当に。天才ラッパーでもあるし、天才格闘家でもある。すべてにおいて勝ってるから。すでに CD 持ってるでしょ、多分。棚に並んでるでしょ。セカンドシングル。生ポデララバイ。セカンドシングルの多分生ポデララバイが一番売れたからね。ああ、もうすごかったよ、コール&レスポンス。え、俺の生ポデララバイ聞くの？いや、生ポデララバイめっちゃ名曲だよ。名曲だよね、ララさんね。生ポデララバイしかも泣けるかんね。
生ポデララバイはすげえアンサーソングでもあるし、うん、あれ泣くぜ、キッズに受けてるよキッズにめっちゃ受けてるよ、うん、もう生ポしかねえ、へよ腹入るんだよねパンチラインしかねえかんな、うん、だから人生のアンサーソングだね、人生のアンサーソング生ポしか信じれねえあれ泣けるんだよ、俺も自分で聞いてて泣けるから、生ポデララバイ続きは CD だね、著作権とかレーベルがうるさいから、うん、レーベルがね黙っちゃいない、やめとけっつって、うん、もう俺の手を離れてる MC ワード、はい、さようなら。分かってねえな、ほんと最近のリスナーは。最近のリスナーはちょっと本物に出会ってねえな、本物に、本物に、生ポでララバイ、あとまあファーストシングルはちょっと外れたけど、うん、ファーストシングルはちょっと外した部分あるよな俺はな、うん、ちょっと狙いすぎたっていうか、うん、ちょっとプロデューサーの意見が介入しすぎてる。明日仕事だから寝る？マジかよ。ああマジかよ、うんうん、ダメだな本当に。仕事なんてやめちまえ。仕事とリスナーどっちが大事だと思ってんだよ本当に。仕事とリスナー、ヒップホップやろ、ヒップホップやろ、ヒップホップ枠でしょ。 Yeah, ooh, yeah, ah, yeah, yeah, ah, oh, yeah, ah, ah, yeah, MC ワト、 Yeah, 成田の街が懐かしい、 Yeah、俺が小学2年生の頃成田に移り住み、まずしたのはいじめられっ子と怠慢を張る予定だったけど、ボコボコにされて1ヶ月引きこもったぜ。俺の友達は俺の部屋の壁、やつはすごい、何でも語りかけてくる、七色に光る壁、壁が友達。ある朝お母さんにめっちゃ怒られた、学校に行きなさい、 Yeah ああ Yeah ああ、ジーンズメイト、リーバイス欲しかった、だけど買えなかったから買ったのは2000円のハーフパンツのジーパン、冬なのにハンパン、 Yeah, yeah、 ああ男のオシャレはジーンズメイト、 Yeah 男のオシャレはジーンズメイト、革ジャン着たかった、でも買えなかった、高かった、友達から売ってもらった、
1万8000円やっと手に入れた革ジャン。友達から聞いてみたら古着屋で6000円だった。イエー、親友に裏切られた。1万2000円乗っけられた。イエー、限定品、嘘既製品だった。イエー、まだまだ止まらねえ。MC ワード続く。止まらないパンチライン、ライム。そう、俺ワード。ぼったくられても全然気にしねえ。お前の服どこで買ったの？ユニクロ。ファッションセンス奇抜すぎて誰もついてこれない。Yeah。未だにユニクロ。パンツはユニクロ。Yeah。そう、俺ワード。My name is ワード。止まらねえ。Yeah。Yeah。あはん。ああ。なぜか減らない率、減らない閲覧。花火ありがとう、そう俺小月。リスナーからの投げ銭で生きてる。多分同窓会には呼ばれない。いや、次のお題くれ、次のお題くれ。いや、あはん、お題をくれたらラップでアンサーするぜ。テーマをくれ。ワードラップ、生かしたラップ。 ヒップホップ、ホップステップジャンプ。 経歴詐欺。 ピチュのコメント拾うぜ。和道さんポンポン関係あるない。なぜなら俺は今すでに大手。ポンポンアイテムはカソナマのシムケイ。 プップクプー。どれの前儀は下手、リスナーの間では定番だから誰も寄りつかない。花火師はジジイばっかり、勘違いしてる女はいない。どれはもう終わり、これからは和道の時代。そう、魂の込めたリリックがあれば俺らは大丈夫。やってくぜ、えよえよ。止まらねえライム。中毒性がやばい。バイブスしか感じない。お酒は甘い、ラムしか飲まない。日本酒飲めない。ワインも苦手。1年前の酒、オナニーした女も経験人数に入れる。それダサい。どれ、お前に言いたいことがある。お前のピークは今だ。これからは和道の時代。ラムを飲みながらフリートークでかます。減らない閲覧、なぜだ。俺が本物だからだ。わかってるのか、どれ。俺にビビってるんだろ。俺に花火をあげな。偽物のどれに花火をあげて後悔するのはてめえらだ。なあ、気づけ、ここが本物だ。本物に本物をあげな。お前の生き方は偽物なのか。だから偽物に陶酔するんだろ。こっち来い、一緒にやろうぜ。ヘイ、生ポにはもう戻らない。
生ポにはもう帰らない、陰も踏めない、フローだけでやってく俺のスタイル、和道スタイル、次行こうか、次は行こう、あ、いい、あ、うん、次のテーマをくれ、次のテーマをくれ、何でもいいぜ、お前らが聞きたいトークテーマをよこせ、ラップで答えられるものはない。ミュウツー、俺をディスってんのか、放送で俺の話題出さねえと閲覧しか、俺の話題しか出さねえと閲覧取れねえのか、だからおめえはアンチだらけなんだ、てめえの話題で集めてるリスナーは8人しかいねえだろこの野郎、俺と捨て頃やりたい、ふざけんじゃねえぞこの野郎、俺の女にボコボコにされて話題にもできねえ、ビビってんのか、おいミュウツー、よく聞け、昨日どれの深夜食堂に聞いたぞ、お前どれの深夜食堂に1ヶ月のジム代出してもらって、来月も通いたいんでもう1ヶ月分くださいって言ったらしいな、クソだせえな、てめえで払え、トレーニングしねえと俺に勝てねえのか、こっちは余裕だ、てめえみてえなリスナーなんかよ、てめえみてえな配信者なんかよ、蹴散らしてやるよ、練習なんかいらねえ、あん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 、喋れねえ、面白いこともできねえ、体も張れねえ、頭湧いてるな、働くこともできねえ、稼ぐこともできねえ、人の悪口ばっかり、粘着ばっかり、てめえには刑務所がお似合いだ、今すぐ行きな、 Go to hell、ゲリー、ああ次行こう、 あもうビートマスターって呼んでるの、ああ次行こう、ああ次行こう、テーマちょうだい、 KP、 ミノムシケピ、少し減らったくらいですぐに口にする引退、お前の根性がない、かまってもらいたいだけ、リスナーはそんなに甘くない、でも釣られるから閲覧増える、明日にはやってる、記憶がない、そんな理由は、言い訳は通用しないぜ、俺らはそんな節穴じゃねえからな、ほうやてめえ覚えとけよ、お前は確実にハソル、てめえの力でてめえの閲覧を稼げ、可愛がってもらってるだけじゃダメだ、金魚の糞、次行こう、次のテーマ、トークを振りな、テーマをよこしな、金映えの金魚の糞、いつもひょこひょこ現れる、深夜っちょの金魚の糞、青壁の前に現れる、ヒカルくんの金魚の糞、キャスバーに現れる、どこにでも現れる、てめえの閲覧どんだけ持ってんだ、先輩から可愛がれてりゃそりゃシヤホヤされてんだ、媚びも売らねえ、
売名もしねえ、可愛がれられもしねえ、それで俺らはここまでやってきた。花火クソくらえ、アンチクソくらえ、俺らは自由にやってきた。花火師なんてとっくに離れた、どっか行ったさよならって。メールをいちいち送ってくんな、 DM とかうぜんだよバカ野郎。てめえの言いたいことだけ言って、離れんじゃねえよバカ。ああいいね。初期の名曲、惚れたず KP。 おー、いや仕事っつってもよ、配信やってるだけだからよ。あー、いや、まあ、あー惚れたぜ KP、 お前に乗ってくぜうなちゃんマン、ふかしの神様、かっこいいサノイズム。マンスリーランキング一発で決めてやるぜ。10月の1位は俺だ。マイネームイズワド、ララ花火ありがとう。イエーイエー、乗ってくぜ。酒を飲みながらラップって楽しいな。障害者、気違い、社会不適合者、ニート、生活保護、俺に任せろ、どんどん来い。全員取り込んでやるぜ。学歴がねえ、そんなの関係ねえ。障害者手帳3級？上等だ、この野郎。どんどん来い。和道リスナー。俺らは本物？障害者手帳、持ってるぜ。障害者年金がっぽり稼げ。イエー。俺の彼女は47歳、マイスイートハニー、とろけるようなおっぱいボイン、実は F カップ、その名はノリコ。ハードパンチャー、右手の拳はイカれてる、入ってる針金。 Yeah、 歯が47歳、パンチが止まらねえ。でも嘘をついてた、俺に言ってたのは35歳。 Yeah 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 Gary、 お花火ありがとう。 Yeah Yeah、 意外とボイン、47歳。ああ、47歳で45、47歳で、のんちゃんはフェラチオからの手こきが上手だぜ。 Yeah Yeah Yeah、 手のひらから出てくる謎の液体を俺らはノリコのノン汁と呼んでるぜ。ノン汁を体感させてえけど、俺の女だからノン汁手こきは俺のもの、誰にも渡さねえ。ノン汁手こきは俺のもの。47歳で
47歳で45、47歳でシコシコ45、47歳でシコシコ45、45 俺の女は15個上、とってもスイートなハニー、 このビートダメなんだ。このビートはシンプルすぎる。19歳の頃の話をしていこうか。家賃を2ヶ月滞納、仕事はない、だから片道切符で乗り込むぜ。目指すは六本木ヒルズ。ついてみたはいいが、仕事何したらいいかわかんねえ。とりあえず叩いたのはキャバクラの門、働かせてくださいと街を練り歩いたら何とか拾ってくれる店があったぜ。そう、家はねえ。寝てたのはエントランス、枕はおしぼり。寝てたのはエントランス、枕はおしぼり。寝てたのはエントランス、枕はおしぼり。イカ臭いおしぼり、イカ臭いおしぼり、イカ臭いおしぼり。何に使ったのかな、おしぼりオナニー。エントランスで試してみたぜ、最高。おしぼりでオナニーはおすすめだぜ、あのザラザラ感。 Yeah、 おしぼりオナニー、エントランスでかませい。ハートありがとう。メンヘラから誘われてくるLINE の内容、メンヘラから送られてくる LINE の内容。今日私は朝オムライスを食べました。3時間後こんなメールが送られてきた。私のワンちゃん可愛いと思いませんか？ もちろん次の日も送られてくるぜ。また既読つけてやるぜ、メンヘラリスナー。次の日に送られた LINE の内容、ここでかます。 私と和道さんそっくりだと思います。考え方がとても似てるんです。多分勘違い、それは勘違い、多分勘違い、それは勘違い。宇宙人いると思いますか？いないと思います。私は宇宙人いると思います。いないと思います。メンヘラからのメールが
とてもやばい。毎日毎日送られてくる量がやばい。メンヘラのメールはやばい。こっちも持ってかれそうになる。ああ今度和道さんの家に行ってもいいですか？ダメに決まってる。のりこ分かってない。解放から送られてきた強烈なメールの内容を紹介しよう。のんちゃんには内緒で私の穴使ってみますか？絶対に使わない。間違いなく使わない。メンヘラやばい。ワドリスナーだから花火飛ばない。ギリギリの生活で心を病んでいて、生ポと年金で暮らしてる。それが俺のマイリスナー。ノリコを分かってない。俺らを勘違い。帰り討ち。ノリコはスナイパー、ハードパンチャー。ノリコを分かってない。まるで分かってない。あ、のりこは気にする。最近サラダしか食べない。俺はステーキを頬張る。ご飯ももりもり食べる。でものりこはサラダしか食べない。イエー、意外と気にしてる。ちょっと太りすぎた。イエー、のりこは気にしてる。サラダしか食べない。花火ありがとう。退屈な毎日を過ごす。朝起きたら配信つけてる。あんまり面白くない日はパチ屋に行く。のりこは手を怪我してる。全然セックスしてない。実は実はお風呂場でオナニー毎晩してる。のりこは気づいてない。軽くセックスレス。いや、手こきが使えない。ミュウツーののろい。おかずは言えない。
石野が晩明け1ヶ月おめでとう、お前は旅に出ろ。花火も上がって閲覧も上がって、今も乗ってる石野康介、夢は T シャツや。お前のこと応援してるぜ。おにぎりを盗むな、コンビニ弁当も盗むな。お前の職業はチーフ。羽ばたけ石野フライハイ、羽ばたけ石野フライハイ、羽ばたけ石野フライハイ。お前のこと嫌いなリスナーはたくさんいるかもしれねえけど、お前のもんだ、お前のファンだ。アンチなんて気にすんな、てめえの才能信じな。酔っ払いラップ Yeah 酔っ払いラップ。自分を信じな。どれのピークは1月2月、その頃は閲覧30。マジで面白い熱い男、周りを気にしねえトークスタイル、沸かせるぜ。言論規制なんてないぜ、なぜなら俺は仮想、言いたいこと言うぜ。ただ捨て頃に出たら閲覧が増えて、勘違いチヤホヤされて、花火も飛んで女食って、勘違いまるで天狗だな、色黒のでっかいチンコだな。どれ深夜食堂、知らねえな、いつ干されるのか楽しみだ。待ってろ、てめえの寝首かきに、あれだ、首取りに行くかんだな。 Yeah A man of images ルー A man of images Yeah A man of images ふぅ あ, あ, A man of images あ, 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 あれは3ヶ月前か2ヶ月前か、いや3ヶ月前だ。ステージの上300人の観衆の中、大歓声。俺の敵はテルチャンピン、なかなか活かした気持ちのいい男、得意技はローキック。サッカーで鍛えたのか、絞り込まれた体、女の子はキャーキャー。一発目にもらった時に聞いたぜ、マジ動けねえ、だけど俺は立ってたぜ。試合に負けて気がついたらあいつは次のステージに行ってた。配信で月200万人生を変えてた。その頃俺は月収20万、あいつの20分の1の稼ぎなのか、本当にそうか、実力が足りねえのか、何なのか、今でも答えがわからない。そもそも答えなんてない、どうしたらいいのか、もう考えるのもうんざりしてきた。だから歌うぜ、酒飲みながらかますぜ。テルチャンピン、俺が会った時はエスキモーみたいだった。A man of images. A man of images. 厚着だった。 A man of... A man of images. A man of images.
突然の LINE の着信音が鳴り響く。一体何の用だ。またメンヘラなのか。いや違う。ワド、久しぶり。もしかしてしまっちゃんだよね。俺のこと覚えてる？近所に住んでた同級生が今ではリスナー。同級生から花火をもらう日々。変な感じ。YouTube でいろいろ見てたら和道の放送を見つけたよ。リスナーをすごく大事にしていたからすごく好きになっちゃった。応援するね。それが同級生、それが同級生。セイアマネイメージェス、アマネイメージェス、アマネイメージェス、ああ、アマネイメージェス。和道さんって意外とイケメンですね。リア突した女が言った。俺ね、引っかかってることが一つだけあるんだけど、意外とって何？俺の放送はどんな感じに映ってるの？繰り返す。意外とかっこいいですね。何が意外なのか。お前の価値観をすりつけるな、押し付けるな。ステッカーを変え、さようなら。意外とかっこいいですね。ステッカーを変え、繰り返す。ステッカーを買っていけ。リア突してきた女が言った。画面で見るより痩せてますね。いやいや、テレビのブラウン管は歪んでいるから太って見えるんだ。パソコンが違うと思うな。ロジクール910、広角レンズ横に広げてるんだ。勉強になったな。勉強になったな。アマネイメージェス、アマネイメージェス、アマネイメージェス。配信会ディスってばっかり、悪口ばっかり、蹴落とし合い。人の悪口を言ってねえと閲覧が伸びない。だからディスるぜ。くだらねえ、どうでもいい、つまらねえ、リアリティがねえ。結局慣れ合い、結局慣れ合い、結局慣れ合い、結局慣れない。お前の配信スタイルはクソだせえとか、誰かとパコったとか、DM がどうとか、ソースを出すとか、 Twitter のリプとか、 LINE を晒すとか、どうでもいい。サラリーマン、おはようございます。平日ですね。おはようございます。私は働いていませんか？あなたにとっては働いてないのですね、yeah. ここはインターネット、人生の墓場。ここはインターネット、人生の墓場。俺は株のトレーダー、ビットコインで儲けてるぜ。俺は FX
で1000万稼いでるぜ。俺はブロガーだ、 YouTuber だ、不労所得を持ってる。全部嘘。KP、 いい年こいて小娘のチリを追っかけ回してる。やることがねえのか、働けボケ。いい年こいて女の尻を追っかけ回してる。決まり文句は可愛い子ちゃんはこつ。イエーイ、どこにも奴はいる、どこにでも奴はいる。先手を打ってる、過疎生主の女の子、過疎生主の女の子。よく聞け、お前の枠に奴は来る、お前の枠に奴は来る。さりげなく奴は来る、 DM は絶対に返すな。危険な匂いカモにされるぞ、危険な匂いプップクプー、危険な香りプップクプー。ああ見えて奴はセックスはダメ。 Yeah Yeah Yeah、 いい女だったら勝手に寄りついてくるんじゃねえのか。自分から追い回してねえと女も作れねえのか。リスナー何人食った、秘密主義そのうちめくれるんじゃねえのか。飛ばなくなる花火、飛ばなくなる花火、減り続ける閲覧、飛ばなくなる花火、減り続ける閲覧、飛ばなくなる花火。続々クレーム、俺は毎日鍛え続けるぜ。ジムに通う、そうストイックな男。でもやってるのはツイッター2チャンネルふわっち。どこにそんな時間があるのか。いや、右手にスマホを握りしめ、左手でジャブを打つ。左手でスマホを握りしめ、ランニングマシーン。俺は聞き逃さないぜ。なぜならスマホが命。トレーニング中関係ねえ、ふわっちでコメント打つ。 Yo Yo 暇人です、暇人です。欠かさないツイッター、欠かさないツイッター。ふわっちはロム、でも書いちゃうコメント。Yeah, yeah, ハートありがとう。気づいたら周りは敵だらけ。気づいたら周りは敵だらけ。All enemy. All enemy.Amana Images. Yeah, Queens niggas, Queens niggas, what? Yeah, yeah, yeah. Burn right now, representative, yeah, check me out, what? Yeah. 怪人がうるさい。Amana Images. Amana Images. Amana Images.
昨日久々に行ったぜ、羽衣ゆう。お前らは知らねえかもしれねえが、近所のスーパー銭湯だ。もちろん俺は入るぜ。サウナは6分50秒、4回目、ガチホモが見てる。発展場、俺を狙ってる。ゲイが俺を見てる。発展場、俺を見てる。発展場は怖い。6分半の時間が超苦痛。めちゃめちゃ俺のこと見てる。俺はさりげなくテレビ見てる。お酒を飲んだので許してください。昨日のことは全然覚えてないんです。もうお酒飲みません。ごめんなさい。許してください。もう反省してます。リスナーさんお願いします。そう言って数々の配信者たちはリスナーに謝罪をし、酒を飲まないと約束してきたが、未だにいない酒をやめた配信者、ゴミクズだらけ。酒に飲まれるなら飲むな。昔から言われた上等句。俺は酒に飲まれない。記憶はビンビン、記憶はビンビン。酔っ払ってまーす。酔っ払ってまーす。酒に飲まれた。Yeah, yeah, ブーメラントーク。まるで白色のコメンテーター気取りの下、自分のことを棚に上げて人様の配信をディスり、みんなで笑い者、笑われてる笑い者にすれがいい。お前の配信なんていずれめくれる。偽物はいらねえ。本音で話しな、全部晒しな。俺はそうやってきたぜ。全部晒して何もかも失ってここまでやってきた。配信を始める前に手に入れたものは全て失って、今までこの部屋にあるものは全て配信でいただいた授かり物。リンゴ箱、何がある？リンゴ箱、中身を見せろ。俺が知りたいのはお前の建前トークじゃねえ。本音を見せろ、中身を見せろ、そしてリンゴ箱を見せろ。その中にお前の秘密が全部詰まってんのは分かってんだから、俺らはそのリンゴ箱の中身を見るまで死なねえぜ。リンゴ箱、中身を見せろ。リンゴ箱、中身を見せろ。ああ、
元カノをそういう風に言うのはやめてくれないか。知らねえてめえの元カノかどうかなんか、こっちはずっと配信見てるんだ。なんて呼ぼうが俺らの勝手だ。なんでてめえの価値観で勝手に言論規制をされなきゃいけないんだ。俺らがあの女のことをなんて呼ぼうが俺らの勝手なんじゃないのか。元カノのことをそういう風に言うのはやめてくれ。気分が悪い。ここは俺の場なんだ。てめえリスナーに支えられてんじゃねえのか。閲覧増えて天狗になってんじゃねえのか。そろそろ化けの皮剥がれてくるぜ。捨て頃出れるかな。とにかくリンゴ箱をよこせ。俺らはリンゴ箱に夢中。リンゴ箱をアップルボックスに思わせぶりなチャーミング、圧倒的な佇まい、リンゴ箱。 Yeah Yeah リンゴ箱。誰が好きだとか、誰が嫌いだとか、誰かとパコったとか、誰と誰が兄弟だとか姉妹だとか、そんなの気持ち悪い。配信会汚染されてるセックス中毒者、裏でパコパコみんなやりまくってるぜ。ひどいありさま子供に見せるな。大人の世界、金がうごめく、性欲がうごめく、yeah. みんな兄弟、あいつもこいつも兄さんだとか弟だとか、でも気にしない。配信者だからでも気にしない。みんな兄弟だから配信者はみんなパコってる。あいつもこいつもパコってる。みんなが好きなあの可愛い子、清純そうなあの可愛い子、絶対あの子はパコってない。そんなことはない。みんなパコってる、やりまくってる。みんなパコってる、やりまくってる。裏っ引き無法地帯、みんなパコってる、やりまくってる、稼ぎまくってる。配信会無法地帯。アマネイメージズ、アマネイメージズ、アマネイメージズ、アマネイメージズ。普段見せびらかしてるとリスナーは反応してくれないぜ。これだけはさらしたくねえと隠してると、嗅ぎつけて特定、生かしたリスナー、隠し事なんてできないぜ。特定は俺らの仕事、リスナーに隠し事、リスナーに隠し事。一番嫌うやつ、一番嫌うやつ、リスナーが一番嫌うやつ。隠し事、Amana Images, Amana Images, Amana Images。自由になりたくて選んだ仕事、それが配信業。自由になりたくて選んだ仕事、それが配信業。ちょっと待って、配信業って何？
みんな頭が悪いから、俺の仕事配信業配信業配信業、それ業種職業じゃない、それ業種それ職業じゃない。社会一般でお仕事は何されてるんですか？建築業。ピンとこない。配信業。知識がない。出てくる言葉が全部でたらめい。ドヤ顔で正論をかましてるように聞こえてるが、子供騙しで言ってる内容は全くないのに、早口怒鳴り声、生きり立って喧嘩突論破されてることも気づかない、愚かな配信者たち。もっと愚かなのは取り巻く気づかないリスナーたち。誰も突っ込めない、みんなモノマネ、石川のりゆきのパクリ、金映えのパクリ、もううんざり。金映えのパクリ、石川のりゆきのパクリ、聞き飽きた。人のモノマネばっかりで誰もコピーすらできない、閲覧も伸びない、諦めな。お前は金映えも石川のりゆきにも絶対なれない。アマネイメージズ。アマネイメージズ。Amana Images. Amana Images. Amana Images. やりたいな旅配信、全国巡って有名に。 Take hand. 目と目が触れ合えばリスナーは囲い出す。あげろ花火、買えステッカー。本当は好きなくせに合わないとわからない。本当は好きなくせに合わなきゃ気づけない。会ったらシェイクハンド、目と目でシェイクハンド。全国に回って巡礼の旅、リア凸増やすぜ、囲い込むぜ。フォロワーも増えて支援も増えてく。単純なからくり。全国に旅をする、気分は旅人、気分は旅人、気分は旅人。俺はジャーニー、俺はジャーニー。金はないふりをしろ、パチンコで使っちゃいました。飲み代に消えました。財布は盗まれました。囲いが買ってくれるステッカーに期待しろ。とにかく叫びまくれ、金をよこせと叫びまくれ。財布は盗まれました。アマネイメージズ。
うんざり、もううんざり、もううんざり、叩かれてもディスられても弱音吐いてもへらっても何してても続けてきた配信、どんなに閲覧がどんだけ叩かれても減らない閲覧、和道七不思議、和道の七不思議、安定する閲覧、飛ばない花火、増えないフォロワー、和道の七不思議、揺れない閲覧、減らない閲覧、減らない閲覧、減らない閲覧、何があろうとも減らない閲覧、いろんなものが減っていく、すり減っていく、閲覧は減らない、和道の七不思議、風船ありがとう。和道さん初見です、よろしくお願いします。絶対嘘、お前はニコ生から見てるだろう。名前を変えてサムネを変えて、あの手この手ですり寄ってくる、新しいアプローチならばやり直せるか、リスナーの特権、配信者はそうはいかねえ、お前らだけに持ってる特権、リセットボタン、俺らの人生にリセットはねえ、続けてこうぜ、和道の物語、お前らは都合、都合悪くなったら押せばいい、サムネを変えな、アカウントを変えな、やり直せばいい、やり直せばいい、やり直せばいい。みんなが捨て頃バブル、花火は上がる、有名になる、囲われる、チヤホヤされる、捨て頃に期待をしても無駄だぜ、俺を見な、何にも変わってねえ、出る前も出た後も何にも変わってねえ、そんなやつもいるぜ、てめえの実力次第だな、売名売名、コメント欄で媚びを売る、俺を大手にしてください、有名にしてください、そんなの無理、リスナーは甘くない、てめえの力で閲覧は稼ぎな。のりこでシコシコ、45、37歳、のりこでシコシコ、45、45、ベッドの上でも超かわいい、のりこは超かわいい、気分は30歳、マジで超かわいい、気分は30歳、やべえな、疲れたわちょっと、やりきったな、多分あれだな、ラッパーどもが騒いでるでしょ。ああ倒れるところだ、トイレ行ってくるわ。
いやもう世界中のラッパーが俺に注目してるでしょ。リリックマスターだわ、あいつリリックだわ、リリックの塊だわってなってるでしょ。ミスターリリックでしょ。世界が相手だね。世界が相手だね、世界中のキッズどもが俺のラップ聞くんだよ。世界中のキッズどもが、酔っ払ったな。ファーストの4とこ目、ひょっとこ説法今度聞かせね。あ、でもね、ちょっとひょっとこ説法は本当にやべえ歌だからな。うん、のりこしこで、あ、のりこ45、うん、のんちゃんかわいいかんな。のんちゃん今 F カップだよ。のんちゃん太ったから F カップになったんだよ。うらやましいだろなあ。のんちゃん F カップだよ。クソうらやましいだろ、童貞ども。早く俺みたいにいい女が作れるように配信始めろよ。世界中のキッズどもが今憧れてるから。おお、のりこ。大のりこはやばいね。ラブソングだね。ジャスティン・ビーバーがワドってつぶやいてる。ああ、まあまあ。才能と才能は引き合うもんだからな。才能が、ジャスティン・ビーバーの才能が俺を見抜いたんだよ。のりこは F カップ、のりこでトリコおう、のりこもうトリコ、うん、ジャスティン・ビーバー気づいちゃったか。しょうがねえな本当に、うん、そうだね、ワールドクラスだからね。やばい、あの海外進出して売れるタイプだと思ってる俺は。俺は海外に進出すると行くタイプだと思ってるよ、うん、そうだよ、影響受けてるっていうか、まあ丸パクリだよね、うん、まんまパクリだね俺から言わせたら。だからね、ポールは止めてたんだけどね、それ以上ワドに影響されるとはっつって、うん、ダークサイドに落ちるぞっつって。俺は世界でいけるタイプだと思ってる。日本っていうフィールドじゃちょっとやっぱり気づく人しか気づかないみたいになってるからね、うん、すごすぎてちょっと感性がね、ちょっとね、まあ、日本人の中でもちょっと敏感なやつはもう気づいてるけど、いや和道だわーって、うん、コード進行丸パクリだしね、うん。
露骨な、もうリスペクトがね、ジョンのリスペクトがビシビシ伝わってくるよね。ジョンは気づいたよ。パクればいける。パクれば俺は取れるって思ったんだろうね。日本のティーンエイジャーにやべえやつがいるって気づいてたんです。ローティーンにすげえやついる。こいつだ。これは世界に行ける。みんなはさ、ツイキャスって見るの？ね、なんかさ、俺思ってるんだけどさ、俺さ、ツイキャス閲覧多いけど、あれガキどもばっかりだよね。そうはない。実際おっさんとか見てんのかな？みんなツイキャスって見てんの？なんかガキどもばっかりな気がするんだよね。なんか、すげえ子供騙しな気がするの。なんかだからヤンキー系の配信者がウケるじゃん。なんかかっこいいっすみたいな。なんかね、あの感じがちょっと受け付けないんだよな。大人も見てんのかな。なんかキャスはキッズって感じがするんだよな。閲覧から仕事になったりもする。あ、まあまあ、それがね、でも正しいやり方なんだと思うけどね。閲覧を取ってて、要は宣伝効果を自分につけて、で、まあ、正規の仕事を取ってくるっていうのは悪くない手法だと思うよ。YouTuber とか全然それでやってってるから。LINE ライブは、どうなんだろうな。わかんねえな。金になんのかな。LINE ライブどうなんだろうね。全然わかんねえ。ふわっちから仕事ってあんまなさそうだもんな。まあ今んところあんまりない。あ、俺あるじゃん。俺あるよ、全然。あるわ。あるある。宣伝効果がないつうか、閲覧がちょっと弱いよな。200人見てますじゃねえ。費用対効果ねえもんな。あ、もっとその企画系、捨て頃みたいな企画だとスポンサーついてもおかしくないし、捨て頃やっぱでかいと思うよ。で、どん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 増えていくでしょ、閲覧が。一発目であれだったんだもん。まあ同時閲覧で3万人見てるのはすごいよな。それがね、100万人とかになるようなでっかい企画になったら面白いんだけどな。なんかでも捨て頃は毎年ちゃんとやって継続していけばすごい効果を生みそうな気がする。免除さん儲かるよ。あれもうプロモーターに回ってもいけるぐらいでしょ。プロモーター業だけで食っていけるレベルだと思うよ。ちゃんと地方大会とか頻繁にやれば。なんかあれはプロジェクトチーム組んで、その決勝が年1回の捨て頃となんか最終決戦みたいにして、地方予選とかやっても人集まりそうな気がするよ。地方予選は金取ってもいいんじゃない。参加費1万円とか、まあ1万円取りすぎか、5000円とか。そしたらさ、金になるじゃん。あれは当たり企画だよな、本当に。あんなに綺麗に企画こなすの初めて見たもんね。まあ、便所さんもすごいけど、東郷さんもすごいんじゃん、やっぱり。プロモート力が全然違うんでしょ。やっぱ誰と組むかだよな。
仕事は。便所さんのリスナーさん、周りが経営者だったり力持ってる人多いもんね。だ東郷さんのつながりとかもすげえすごいんだろうな。捨て頃ってね、素手で喧嘩するっていうヤクザの用語だね。捨てっていうのは素手って書くんだ。ゴロっていうのはゴロで喧嘩って書くんだけど、喧嘩のことをゴロってヤクザが言う。だからヤクザ用語だね、捨て頃って。素手の喧嘩、捨て頃、ヤクザの隠語。武器を持たないで喧嘩することを指すの。そうそうそう、ペコちゃんありがとう。体重さ、サウナに行ったら75キロだったよ。ちょっと太りすぎだよな。絞らないと体重。ちょっと太りすぎ。身長170だね。だ10キロぐらいちょっと重たい感じかな、俺は。まあ63キロでも、そう、絞ったスポーティーな体だったら63キロ全然ある。ちょっと太りすぎ。絞んないとな。ワドさん太る。いや俺ね、顔に出ないタイプなのよ実は。それが顔に今出てるから太りすぎなんだよ。75はね、もう俺マックス72キロぐらいなのよ、人生で一番太ってたの。だからそれ更新しちゃってんだよね。いやもう顔に出てるっていうのは俺の中で相当アウト。顔今パンパンだもん。むくむ朝。昨日サウナ行って汗気持ちよく流したけど、やっぱ運動は大事だよね。見た目が良くないもん。ダイエットやろうかな。俺1ヶ月で相当落ちてるよ、うん、ダイエット企画やるか、女の人とかね、ダイエットのやり方結構知りたいっていう人多いから、いいかもしんないね。ダイエット企画久々ぶち込むか。65キロ、10キロ落とすのやってみる。10キロ落とすの。年末まで多分ね、俺本気でやればだよ、本気でやれば12月の末までに10キロ落とせますよ、本気でやれば。痩せてみる久々。痩せてみようかな。
痩せるか。よし決めた。年末までに65キロまで落とそう。決めた今。年末までに体重65まで落とそう。決めました。今最高にパンパンだよ。もう二重顎だし、ほら顔パンパン、今最高に太ってる。ダイエットするわ。痩せよ、痩せてイケメンになろう。ほっぺた見て笑っちゃった。うん。なあ、パンパンだよね。うん。痩せようか。まあ、中年だからな、もうな。そうなんだよね。もうおっさんなんだよね。若くねえんだよな。痩せよう。痩せます。じゃあそろそろ寝るわ。ちょっと遊びすぎたわ。うん、そう、今日は長めに配信やりすぎた。顔は変わりません。オツです。おーねー、お疲れ。顔、いや、だいぶ太ったよ。痩せてた時と全然違うね。うん、ちょっともうお腹もボヨンボヨンだから痩せよう。MBA だっけ、なんだっけ、 BMI だっけ、 BMI 測ってみようか。 BMI 適正体重、これでいいか。 BMI 測定、 BMI 測定測ってみます。のんちゃんと一緒にダイエットしよう。これで測ります。身長が170センチ、体重が75キロ、計算。適正体重63キロ。え、本当かこれ。え、これ本当？肥満度は、肥満度1だね、俺。肥満度1。え、これ本当かな？のんちゃんね、デブってるんだよ。いや、のんちゃんは痩せてほしいんだよ、本当は。俺に痩せてほしいの。でも、まあ、そんな強く言わないけど、本当は痩せてほしいんだよ。まあ、65キロでいい？目標体重。目標体重65でいいっすか？要は今から10キロ落とすって感じで。OK。あ、そうなんだ。じゃあ65キロにしようよ。うん、65はね、スポーツ、どうだろう、65だった頃あるかな。病的な痩せ方するからな、俺が。あの、メンヘラ的な痩せ方すんだよ。あの、急激に太って急激に痩せるっていうやり方だから、ちゃんとやる。今回のダイエットは。運動しながら、食事も、その、ちゃんとしながら。鮫島さんはね、多分体質的に太らないんだと思うよ、あの人は。体質的に太らなそう。あんまりね、痩せすぎないで、ちょっと絞る感じで。自炊しようね。うん、自炊しよう。ちょっとじゃあ、あの、ダイエットします、僕は。よろしくお願いします。じゃあ、そろそろお別れしましょうか。今日もたくさん閲覧ありがとうございました。お疲れ様です。
前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バットボタン押してんねんもう。